どうも皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。アレレレニです。本日もエリの続きやっていきたいと思います。前回から、引き続きマグマエリアを散策中ですが、おじいちゃんは、あ、いた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 、ほっ、こいつどうなるの。あ、なるほどね、なるほどなるほど、割れそうな壁があるね。あ、コインだコインだ、ドローン、あ、これだ、急げー、いけいけー、あ、やばい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 、いけ、ふぅ、あ、よいしょよいしょよいしょ、あれ、こっち来ちゃったけど大丈夫なのかな。なんかこう、そろそろ誰かが出てきて、ペパパペパパ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 パって言ってきそう。あ、そうでもなかった。最初の神殿に近しいとこに戻ってきたね。あ、これは割れないか。これエレベーター、上へ参りまーす。んー、どこどこどこと、怪しいぞ怪しいぞ、そろそろ来そうだぞ、怪しいぞ怪しいぞ、何も来なーい来そう来そう詐欺が半端、あ、つかの間の休息、あ、今休息させてもらってた私。なんだこれ、この曲私好きなんだ、この後ろにかかってる、でん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 みたいな。こっちかな、あれは、もしかして、ドリューちゃんじゃない？バードだわ。バードちゃん。やあ、ガスティは意地悪なよ。あ、そうだ、わかりきってますね。僕はセレモニーに行く途中で、自分の回転仕掛けが回ってないことに気づいて絶望したよ。ガスティは、スピン加速器から、何かガスティは、スピン加速器から、なんとか力の放銃を、取り出したんだ。ちゃんと動いてるときはとても素晴らしい仕掛けなんだ。だから今こんな状態になってるのは本当に悲しいよ。なるほど。わかんない。お願いだからバードを助けてくれないかな？力の宝珠を見つけて持ってきて帰ってほしいんだ。僕は自分の機械がまた動いてるって信じられなければセレモニーには行けないよ。じゃあまたね。いや、自分で行けよ。レニーさんもセレモニー行きたいんだって。力の追求。何、力の宝珠って。あ、こっちだ。ほっ。ほっ。危ない。あ、こっち行けそう。あ、鍵ある。あ、なるほど、なるほど。サクサククッキータイム。ちょっと一回待とうね。あー、やった。やっぱちょっとあの下いけるかなみたいな、こう半分賭けのような折り方したけど、やっぱりダメだったという。これは？ちょっと待って。なんもないね。なんもないね。オッケー、確認したよ。じゃあ。なるほど。いける。いける。いける。おっしゃー。あ、コインめっけ。ああ。いける。よっしゃ。よっしゃ。うっしゃー。い
や、嬉しいね、これは。さて、今日のお話のテーマはですね、このゲーム、魔法使いというか、時の魔法を使うこのエリちゃんが主人公のお話なわけなのですが、皆さん、魔法が使えたら、どんなことに使いたいですか？はぁはぁはぁ、なるほど、なるほど。あ、ちょ、落ちちゃった。皆様、いろんなご意見がございますね。ダメですよ。透明人間になって。女の子のお風呂を覗くとか、そういうやましいことに使っちゃう。私はですね、もし魔法が使えたら、自分の分身をたくさん作りたいなと思っています。というのもね、やりたいこといっぱいあって、もうね、1日24時間とかね、マジで足りないんですよ。だからね、時間を増やすのはちょっと違うかなと思うので、自分をたくさん作って、各自分にいろんなことをさせて、でもなんか一日の終わりに自分の記憶を並列化させるっていう。そうすることによって、それぞれの自分が体験させちゃえた自分の記憶をもってして、私は、こう日々を過ごしていくことができるというね、こう完璧な計画があるんですよ。え？おりゃ！よっしゃ、鍵取ったけど、あ、これ横の鍵ってことかな？ん？ここだよね。ほっ！どう思う？びっくりした。え、行く先ないですけどって思った。え、なんか広くない？このダンジョン。はは、なるほど、なるほど。ん？あ、ちょっと待って、あ、ほら！なんか小さい頃はなんか魔法ができたらどうしようとかもっといろいろあったと思うんだけどさ。なんか今はもうあれよね。いけ。でここにおじいちゃんがいるから、あれ、おじいちゃんにこれを出してもらって、ここに置くと完璧。これなんだろう、何が起こってるんだろう、これ。あ、ちょっと待って、あ、これやり直した。あー、マジか。あー、さて、戻ってきた。さて、その魔法を使えるようになった時に、みんながどんなことをできるようになりたいかっていうののランキングをかつて見たことがあるんですけど、その時のランキングによると、一番はその昔に戻りたいっていう人がすごく多かった。30年前に戻りたいですとか、なんかあの人が〇〇だった頃とか、なんかすごいみんな人との思い出を大事にしてることに魔法を使うんだなって思いました。私と違って。この辺かな。ダメか。やっぱりあれかな。2個使ってやる系かな、これ。どう見てもさ、あっちにはないんだよね。一個しかおじいちゃんもいないし。これいけたんじゃん。オッケー。これで、奥が、あ、ちょ、投げないで。あ、ちょ、置けてない。これで、
やったいけた。何分かかったろう。2周したから結構かかったね。ひぃ、おっしゃ。ほうほうほう、なるほど。まずここを爆発させて、で今度はこれをほっ、じゃあ置く、逃げる、いけ。なんだこれは、なんか機械が出てきたぞ。ん、あ、なるほどね。ほうほうほう、いける？ほっ、いや無理やんけえ、これどうするの？わかんない。まあ、ちょっとキリが悪いんですが、動画の時間的に今回はここまでにしたいと思います。次はこの謎を解いて進んでいきたいと思います。皆さんはもし魔法が使えたらどんなことしたいですか？よかったらコメントして教えてってください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。お疲れにー。動画を見てくれてありがとう。もしよかったらチャンネル登録、コメント、高評価していってね。Twitch でも配信をやってるので、生のアレレレーニに会いに来てね。またねー。バイバーイ。